クソジジイのコメント返し、今日もコメント言ってみます。まず最初、赤石さんのジャズベってヴィンテージハテナアメリカで買ったんですよねと。はい、私のあの赤いジャズベですよね。あれはセブンスブルーズのミックスの時に LA に行った時、あの時にね、なんかもうアメリカでいろんな買い物して、っていうかだからリスキーの時はね、まだお金なかったからいろんな買い物できなかったのね。なんだけどもうセブンスブルーズの頃になると結構金あるからあそこでねマックも買ったんだよね。なんか一番最初のね 180C かな、なんかマックパワーブックって言ってたのかな当時はね。なんかねマックのあのノートパソコンの初めて 180C っていう C がだからカラーの C か、初めてカラーになった。だからなんかこうカラーじゃないパソコンじゃなくてなんかカラーが欲しいなって思ってて、で初めて出たんでそれを買ったんですよね。でそれもものすごい単純な考え方で、アメリカで作ってるものは、まあ基本はね中国で作ってるんですけども、まあアメリカで、まあ、作ってるものは、まあ、日本で買うよりもおそらくアメリカで買った方が安いに違いないって思って、でアメリカでそのコーディネーターのギタリストの子に、どこがいいギターどこが安いって言って一番安いとこ教えてもらって、でそこで、買ったりとかしてたりとかします。でその時にサンセットブルーバードかな、サンタモニカブルーバードか、ギターセンターっていうね大きい楽器屋さんがあって、大きい人が大して大きくないですよ、なんか日本みたいになんかある程度それでもねなんか2フロアで、まあでも、まあ、大体その LA っていうのはもともと土地が広いんで、だからあんまり高層ビルっていうのはダウンタウンの方に行かないとないんですよね。で普通にそのギターセンターとかっていうとかも普通のなんか街中っていうかな、そういうところなんで2フロア、大体全部2フロアなんですね。あって2フロア、大体1フロアだったりするんですけどもね、そこで確か2フロアあったかな。大きさどれぐらいかな、まあなんか結構広い感じです。なんかそこが1個だけあって、そこの周りにいっぱいなんか個人商店みたいななんか中古楽器屋がいっぱいあるんですよ。なんで、うん、そこにいろいろいろんなオールドだったりとかそういうようなものを売ってたりとかして、でそこのねボルテージギターだと思うんですけども、結構にあの日本人のアーティストの方々とかもそこでよく買ってるみたいな感じで、あのラウドネスの山下くんとかも僕のなんかジャズベイの裏のなんかこうマークを見て、あこれボルテージで買ったんですねとかつって、僕も買いましたとかつって言ってた話をしたような気がしますけども、そんな感じでその時に買ったんですよね。その時にあれは65年でね、その65年ぐらいの、ジャズベースっていうのがなんか5、6本ダーって並んでたんですよね。で、それも一応全部弾いてみて、どれがいいか分かんないからまた次の日も来てとかって、なんか3日ぐらい通い詰めたかな、なんか毎回弾いてたんですけども、あの結局今だと分かると思うんですけども、当時はまだそんなものあんまり分かんなくて、ぶっちゃけとりあえずじゃあなんか全部同じ、まあきっとだから全部同じいい音がしてたと思うんで色で選ぼうということで、あとは全部あの赤いやつ以外全部ね3バーストだったんですよね。だから赤だからこれにしようとかつって、でそれで買ったっていうのであのベースになりました。はい、確か4000ドルとかそれぐらいです。当時はね今より全然円高だったから90円、80何円とか90円とかなんかそれぐらいだったんですよね。なんかだからまあ40万円ぐらい、それぐらいでしたね。今はねなんかもっと高くなってるみたいですけどもね。なんでそっからずっと使っています。あまあね、その前にあの70年のプレベっていうのはすでに持っていて、それはね大阪時代に、まあ、大阪時代のだからメインのベースだったんですけども、それは大阪時代に誰かから売ってもらったのかな、なんか10万円で買ったっていうそういう感じです。で そのベースは今あのマカロニ鉛筆のあのベースのやつが持っています。たまに弾いてると思います。テレビではもう最近弾いてないけども、なんか昔のビデオとかだと弾いてんじゃないかな、きっとそんな感じです。サンバーストの、プレベです。でプレベ持ってたんでジャズベ欲しいなと思って、でそれで、ジャズベを買ったっていう、まあ、そういう風な経緯だったりします。では次、質問していただきます。音楽理論ってプロの現場の方ってかなり備えられているものなんでしょうかと。はい、音楽理論はですね、詳しい人はめちゃくちゃ詳しいです。でも知らない人は全然知らないです。特にプロの現場の方、例えばだからボーカリストの知りゃしないですから、知ってる人もたまにいますけど、知らなくても仕事できるし、まあ例えばだからこう自分の身の回りとかの、まあ例えばギタリストだったらそのギターのコードだったりとか、まあそういうふうなものとかは分かってたりとか、まあそれでもだからもうジャズのオルタードテンションだったりとか、そういうふうなものっていうのは、まあロックをやってる人たちっていうのは基本的には分からない、全然知らない人っていうのは
のがほとんどだと思います。そんなことは知ったことじゃねえって。だからブルースミュージシャンとかだと、まあそれでもだから僕の友達の推測とかだともう全部わかってたりするんですけども、それも本当に人によります。だから本当に何にも知らない人もいれば、むちゃくちゃ知ってる人もいるっていう、まあ、僕の場合はまあめちゃくちゃ知ってる人のまあちょっと手前ぐらいの、なんかまあかなり知ってるぞぐらいの感じではあるんですけども、まあそういうなんかそれはもうその人のなんかこう理論に対するなんかオタク度みたいな、なんか理論好きかどうかっていうふうな部分だけなんで、だから基本的には自分の仕事がに問題のない範囲で知ってるっていう、その仕事っていうのもだからロックギタリストなのであれば、もう本当に自分の、例えばだからもうバンドのギタリストだったらもう本当に何も知らなくても全然問題ないわけで、今とかだとだからそれがもうYouTube とかで、弾いてみたとかで、こう、いろんな音源のオファーとかをもらえるとすると、そうするともう、その、弾いてみたに対して、それにオファーが来るわけだから、弾けることに対してのオファーが来るわけで。で、しかも、そういうふうなことになると、わけわかんないコードとかがあると、あ、これちょっとできませんって言えば、それで済むだけの話なんで、好きな人はやった方がいいし、やったら絶対いいと思うし、なんだけども、別にだから、やっといた方がいいですねという人ってのは実はやりたくない人なんで、そういう人はね、やらない方がいいとこれからは思いますね。だから昔のプロってのはなんかどんな仕事が来るか分かんないから、こう何でもできるために なんかいろいろやっといた方がいいぞみたいな部分もあったんですけども、今はもう仕事のオファーっていうのがどっちかっていうと、だってなんか弾いてみたで来るパターンがもう大半なんで、昔ながらのミュージシャンっていうのもまあいることはいますけども、まあそうじゃなくても全然食っていけるってことなんで、まあやりたければやった方がいいし、やりたくなければやりたくないっていうかね、やった方がいいと思うんだったらやらない方がいい。その方が理論をどんどん壊していくことができる。だから理論をやる人っていうのは全部分かった上で壊していくところから始まるんで、それをその通り、理論通りにやってるやつっていうのはクソだと思ってるんで、そんなものはもう AI に仕事を奪われろっていう、いずれって思っています。なんで、やりたければやってくださいっていう。だからプロの現場の方はかなり備えられてるものって言ったら、そういう人もいればそうじゃない人もいますよって、全然知らない人もいっぱいいますよって。ボーカリストは基本的には全然知りませんよ。譜面も基本的にはボーカリストは誰も読めませんよっていう。そういうほとんどの人が読めませんよっていう、そんな感じです。はい、ありがとうございます。